洗濯バサミないんかな。あるよ。ちょっと。一個。ウフウフ。あの枕登場や。うん。久々に。今日あれ持ってけへんかった。クッション。クッション。はい。はい。ゆるゆるキャンパーズでーす。ゆるゆるキャンパーズでーす。今日は7月14日日曜日。日曜日。奈良県天川村の伊勢、ファミリーオートキャンプ場伊勢。やってきました。やってきました。めっちゃ涼しい。まあ、めっちゃ。いや、24度やで、ほら。湿度が高いもん、75でちょっと。ああ、ほんまやな。あの、道の駅とかは30度とか33度あったけど、うん、ここ来たら、川の近くというか、初めてやな、こういう違いを感じたキャンプ場ってな。ほんま、なあ。やっとや。まあ、日が差してへんから、まあ、あれなんかもわかれへんけども、うん、今回はもう天気が良くないんで、屋根付きのウッドデッキサイト予約して、まあ、雨が降ろうが何がしようが。いや、でもバーって降ってきたら入り込むで、ここ。いや、でも、ここ前木があるから、横も木があるやろ。前からは入ってくる可能性はあるけど、けども、この中で完結しました。コンパクトに。むっちゃコンパクト。なあ。本当に。絶対濡れへん。まあ、絶対降ることもないけど、濡れへん。まあ、楽しい。荷物も少ないかったしな。少ないというか、全部出してないから、片付けるのが楽しい。そうそう。タープとかも張らんかったし、あの焚き火の準備もしてへんけど。ちょっと待って。映画になってる。あ、一瞬で開いた。そうな。うん。金シャチ。金シャチビール。金シャチビール。愛知県犬山市。お土産でいただいた。いただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。いただきます。おいしい。おいしい。冷えててうまい。あっさりしてちゃう。アルトとピルスナ。ああ。こっちちょっとあれやわ、苦手やわ。そう？うん。こっちでもあっさりしてる。うん。こっちはドラフトビールって感じの。うん。おいしい。でも飲みやすい。うん。
どうですか？美味しそうですね。前菜です。では今回の料理は、今日の料理は居酒屋です。居酒屋です。居酒屋ゆるゆるです。居酒屋ゆるゆるです。一気に来ましたね。大体順番に居酒屋さやったらこんねんけどこれは前菜なんですか。枝豆。いや虫来た虫来た虫来た、変な虫、ちょっと助けて。怖い、うわうわ、飛ぶ。どっか行ってもた、見えへん。どっか行って虫ぐらいおるやろ、そら。はい。で野菜スティック、生ハムユッケ、豆腐キムチ、焼きナス、タイとマグロのお作り。はい、ではとりあえず、はい、イエーイ、ああうまっ、うまっ、ジョッキ缶これで切りました。イエーイ、全然痛くないです。飲み口も泡が出えへんのが難点です。これどうかな。これはすみすみさんが動画で、あ、こら作ってたやつです。生ハムユッケ、真似てみました。これ美味しかったらさ、マグロとかでもいいって。マグロユッケとかね、うん、マスビ食べに行くごめん、こう上切ってないから切ろうか。もうええわ。どう、うん、美味しいよ。ほま、うん、生姜がないから物足りひん。うん、俺めんつゆが好きやしな。ほんで美味しいよ。でもちょっとこれ半分入れますか。そこに半分入れます。どんな味か分かれへんけど食べてみて。あ、美味しい。うん、あの生ハムの塩がよう効いてる。うん、セミやん。ほんまや。何やったら日暮らしかかな。うん、いいね。なんかな、なんか今までのキャンプで一番何いい感じやな。ゆっくりしてるな。うん、いや、暑さがマシンなんがやっぱり大きいな。それ大きいな。うん、ほんまに。次が今日やもん、マイアミ浜は。暑いな。暑いやろうなと思って。ここなんてファミリーオートキャンプ場猪瀬って名前かって言ったらな、うん、オーナーが猪瀬さんや や。じゃあ、ん、じゃあコップや。うん、何からいく。焼きはもういけそう。焼きめっちゃ熱いけどな。魚介からいく。うん、ハマグリよ。ハマグリちゃうわ。
サザエ置く？サザエ置きたいね。ウェーイ。ちょっと待って、すいません、この人たちを。いいですか？チャック落とす。ちょっと待って。痛かった？びっくりしたな、びっくりした。大丈夫？俺とか折れてへんかな、骨。ちょっと歩かしてみて。びっくりした。ちょっと。犬も歩けば棒に当たる。うん。ちょっと。はい。大丈夫や。びっくりするやん、もう。チャック、お父ちゃんと行きな。ちっちゃい、これ。ちっちゃい？いや、ハマグリや。いや、チョコレはちっちゃい、これだけ。あ、そういうこと。私、ちっちゃいんでいいよ。サザエ食べるから。あ、串や。うえ、お、生きてる、生きてるで。醤油かけな感じ。もうこれできとこやん。さ、ひっくり返ったとこ取った？あっちに取ってるじゃん。取ってへんよ。え？バッテリー買い取ったやん、あれ。え、香り。めっちゃいい香り。もうできたんじゃん、これ。醤油入れる？うん。じゃあ俺はどっちでもいいけど。じゃあ醤油入れてよ、これに。まあ、これだって刺身でもいけるやつだからさ。はい。あ、これで食べる？俺？うん。箸で食べるよ。ハマグリ。熱い。おお。熱っ。トラッキーは。食べれるのかなこれ。あ、もったいない、もったいない。いや、しゃあない。ハマグリ行きまーす。うわぁ、うん、うまい。うん、この子今日業務スーパー行ってよかったね。うん、よかった。あっこの業務スーパー、あの侮れんからな。あっこじゃなくて業務スーパー侮れんからな、やっぱり。もういけるんじゃん、これも。まあ、刺身でもいけるやつやからな。うん、だからここに入れてもらっていいですか。とりあえず写真。うん。いや、じゃあ置いとってくれた方がいいんやけど。ほわー、セーフセーフセーフ。これうまいですよ、きっと。なんでそれ持つの。おお、びっくりした、飛んだ。こっち取った方がいいじゃん、これこれこれ。
網がさ、うん、斜めなとこからかな。これもう飛ぶで。ます。いただきます。チャコが舐めてんで。むさ。馬でも。全然。うん。淡路さんやからな。うん。うまい。うまっ。全然臭くない。あ、そう。絶対無理や俺。うん、これうまっ。うまい。いい塩加減。醤油入れたからな。熱っ。あ、抜いた。うん、深く？大げさな。大げさ。あ、いた。あ、しまった。かな。しまった。あち。いや、いらないよ私。食べたい。ちょっとちょっとちょっと。こんだけ大きいハマグリやったらさ、食べ応えあるよね。うん、うまっ。あ、酔っ払ってる？酔っ払ってへん。あー、最高や。最高。ココロ、水か。すぐ焼けるで、それ。これ。エビ。すぐ焼ける。うん、それあの、どういうの？串が焼けるから、焼け取れるから、端っこの方に置いた方がよくね。どこやろ、うん、もうちょっと、もうちょっと中の方がよくない？そう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 。ココロ、着着お前ら、つまらんやつらやな。ココロ、ココロ、ココロ。ココロ、チャックは？ココロ、撮ってる？ココロに食われるとこやって。あ、危ない危ない。焼き芋危ない。塩コショウとか食べたら死ぬでよ。あいつ撮ってんで。撮ってる？うん。心に食われるとこやって。あ、危ない危ない。焼き芋危ない。怖い怖いな。ほら、塩コショウとか食べたら死ぬでよ、お前。俺らキャンプ始めて5年？5年？5年？2019年から5年や。5年やろ？ちょうど5年。うん。でもこういう感覚って初めてや。うん。おそらく。せやな。だから、始めた時は、まあ、大谷高原とか行ったけど、
秋やったやん。9月や。いや、まだ過ごしやすかったやん。またな。だって初めてたん9月やろ。うん。お茶漬けどうする？いらん。食べれるか？明日の朝お茶漬けする？オムライスどうすんの？だってじゃあ焼きおにぎりはどうなの？今食べる？お茶漬けなんでおにぎりだけ食べる？いらん。もうちょっとまた食べれたくなるかもわからんよ、うん。先生どこ置きますね。まあ、いい香り。 OK。 美味しいかどうか。このままだと美味しかったし、白ご飯の上かもね。茶漬けは、うん、いただきます。熱っ。おー、熱い。熱いよな。うん、うまい。おはようございます。ちょっと曇ってますけど、でも青空見えてます。はい、青空見えてます、はい、朝のアイスコーヒーいただきます。いただきます。うん、感想は？いや、美味しい。今の気温22度、湿度 88%。 あ、88、うん、すごいな。油引いた方がいいか。えれんちゃん引かんでもいいでしょ。なんでやねん。Thank you.
ちゃ出てるやん。あれごとくいるで。ごとくはそこに。何ですか？ハートですか？ハートですか？ハートですか？なあ、怖いなあ。行きますよ。はい、ちょっと待ってよ。私の一番大好きな野菜生活の宮崎マンゴー。うまっ。うま。これうまやろ。うまいんですよ。わ、ええ感じになったよ。うん。いただきます。ハートブレイクや。ハートブレイクや。あかんで、ちゃく。壊された。あ、あかん。うん。あった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 。おいしい。うん。俺が味付けしたわけじゃないからな。うん。おいしい。熱いで。ちっちゃくした方がいいわ。うん。うん、うまっ。ハートブレイク。卵にちょっと塩入れた方がいいかな。あー。ケチャップのうまみで食べてください。あっこ。あっこいわ。できないよ。心のそばがいいの。よし。はい。はい。片付け終わりました。終わりました。なんと9時3分。早っ。めっちゃ早い。な今までであれやな。最高やな。うん、まあ、1回のふもとっぱりの時6時ぐらいから片付けて8時半ぐらいに出たことがあったけどな。そうそう、出るっていう決めとったからね。それ以外今日ゆっくりしたつもりやねんけど。はい、1時間。ぐらいで終わったで、片付けも持ってくるのも少なかったから、出したのも少なかったからやね。そうそうそう、出すのが少なかったね。車も余裕あるし、こういうキャンプが毎回した。ここ本当にあのすごく涼しくて、うん、いいよね。うん、川も下にあって、だこの夏場がほんまにどんなんかな。ほんま夏だな。真夏がな。でも多分涼しいと思う。今でもここ下すごい涼しいもん、うん、ウッド、屋根付きのウッドデッキがあって、前が砂利で、この頃も全然汚れませんでした。ほんまほんま、それが最高。また今度、まあ、今年は無理かもわからないですけど、来年ちょっと夏、真夏にちょっと挑戦してみたいなと思います。なんかちょっと川がもうちょっとな、行きやすかったらいいのに。いや、でもあのこの川、あのこのキャンプ場専用のとこは流れがゆっくりなん で、うん、で多分浅いと思うんで、まあ、子供たちもきっと、うん、ゆっくり遊べると、まあ、もちろん目を離したら危ない、あかんのですけどね、うん、そうそう、あのゆっくり遊べる。さすが関西の同士です。勝手に決めて、勝手に関西の同士と。いや、あのほんま空洞中もキャンプ場があちこち陽気あって、うん、で、そうそう、バンガローもあちこちあって、川、みんな川遊びしたり、うん、ね、釣りしてる人たちがいたりして、なんかすごいのどかな雰囲気の場所でした。多分7月8月はやっぱファミリーが多いよね。多いよね。まあ、ファミリーオートキャンプ場っていうぐらいからな。なんかここも結構、あの小太郎屋もそうやけど、あの制約が厳しくて、うん、規則は厳しいんだけど、それはまあそれぞれの人たちが快適に過ごせるようなあれなんで、やっぱりそうなってると思いますので、まあ、別に窮屈感はないよな。ないない、全然な。いい人、おっちゃんとかおばちゃんもいいですね。それでは次はいよいよ恒例の、恒例の
キャンプ、キャンプ今度はホテージ泊、キャビンやな、キャビン泊なります。それではまた次の動画でよろしくお願いいたします。バイバイ。バイバイ。瞬間この場所で同じ景色